すげえ仲良くなってんじゃん。あ、何もしなくなっちゃった。芸を見せてもらう。あれ？帰っちゃった？あ、イルカどこ行った？あれ？帰っちゃった？帰っちゃったかな？うん、帰っちゃったっぽいな。さて、じゃあどうしようか。ゆうくん、イルカ帰っちゃった。あれ？一頭だけ呼び出せます。あれ？ちょっと待って、まだ帰ってないんだ。どこ行っちゃったんだろう。ちょっと見えないですね。まあ、イルカどこにいるのかちょっといまいちよく分かんなくなっちゃったんで、キリト君もトイレ行きたいし、まあ、帰りましょうかね。幸せ。泳いでリラックス。海の子。あ、そうか。ね、キリト君は、ビーチライフを満喫したいわけだからね。よしよしよし。この辺からなんかね、海に出れるような、海側に降りれるような入り口作っとくといいかもね。わざわざこっちの橋の方から回り込んでいくの大変だもんね。ちょっとなんか考えとこうかな。家の構造、お金入ったらちょっといじってみたいけど、今のところはいいかな。ちょっとキリト君、ちょっと眠くなってきてるしね、もう。ね。はい。で、起きたらちょっと絵描こうね。おやすみ。はい、おはよう。よし。お腹空いてるね。じゃあ早速、ね、作ってきてもらったやつ食べよう。キリト君、お腹空いてんでしょ。あの人、名前忘れてた。隣の人が作ってくれたやつ食べよう。テーブルも用意してーなー。ね、これじゃなー。ここにテーブルつけるっていうのもありかな。ありだな。さて。ちょっといいよ、そんな、なんか、何飲もうとしたの？牛乳？ん？ミルクだね。まあいいや、ちょっととりあえず絵描いて。抽象画。何書いてんのそれ。全然わからへんな。抽象的すぎて何もわからねえ。まあ、こんなのでもね、なんか多分高く売れるんだろうね。これ大きいやつだから、書き始めるだけでも100シムオリオンかかってるからね。いくら儲けられるか。そこだよね。あれ？あ、シャワー浴びたがってるね。とりあえずこれ終わったらシャワー浴びせてあげるから、早く終わらして。早く書いて。早く書いて。時間かかるね。小さいのいっぱい書いた方が、あれかな、その、時給換算したら効率いいかな。どうだろうね。どう？まだ終わんねえのかよ。はあ、書き終わった。うわー、何もわからねえ。ちなみにこれは
208、大して儲けねえな。いいよ、売っちゃえよそんな。おっと、あ、セレブか。どうしよっかな。セレブメリットもあるんだけどデメリットもあるんだよね。なんか美味しいもんとか食べてると美味しいもんしか食べられなくなるみたいなね。あと人が嫌い、人が苦手になったりとか、まあ、ちょっとめんどくさくなったらそのセレブシステム切っちゃおう。とりあえず今のところはいいかな。はい、シャワー浴び終わったね。ん？何？飲む、飲まなくていいよ。ミルク飲めよ。で、ひらめき状態は絵を描くときに役に立ててます。ああ、感じた。写実画でも描いてみようか。次ね。で、それミルク飲み終わったら、写実画を描いてください。はい、お願いしますね。早く飲んで。リト君。早く飲んで。ミルクなんかさ、1分で飲めるだろ。もうミルク飲むのに10分以上かかってるよ。多分ね。よし、じゃあ書こう。はい、写実画書きますね。はい、書けたね。とりあえずめっちゃ下手くそやな。めっちゃ下手くそだし、全然売れ、高く売れないじゃん。何これ、早く売っちゃえこんなもん。ね、あー、でちょっとトイレ行きたくなってるね。ちょっとトイレ行っちゃおうか。なかなかうまいこと稼ぎはしないね。さてどうしようかな。楽しさが下がってるからとりあえず本読もうかな。落ちてるの読めば。心のあるがままの裏切り。ちょっとこれ読んだら。ん？なんか、なんか本棚の真下に入っちゃって手が届かなかったのかな。なんかそういう判定あるんだよな。だからずっとそこに放置されてたんだな多分。まあ神の力でね、本を動かしてやったら読めるようになったね。なんかあの本棚たまにそういうことあるな前から。でこれで楽しさを、まあ、回復させて、まあ、意外と回復するね楽しさで。次の請求書はいくらぐらいなんだろうね。今 さっき400ぐらい払ったけど結構高いね。請求書を確認する。あんま変わらねえな。この電気プラス側に持っていくことできんのかな。なんかソーラーシステムみたいのあんのかな。ちょっとテーブルとかも設置したいし建築モード入ろうかな。ちょっと一旦カットしますね。はい、ね、ちょっといじったね。いいです。お前が来い。テーブル、外に設置してみたんですよね。外でご飯食べるなんてちょっと気分いいよね。で、まあ、雨とか降っちゃうとね、困るんで、屋根をね、ちょっとこれだと分かりづらいな。こう。こういう感じで、あ、ちょっと見づらいな。設置したんですよ。ね。これなら、雨降ってもね、大丈夫ってことですよね。雨降ってる日でも、外で、屋外でご飯が食べられるってことだね。
まあ食うのエンド豆なんですけどね。うん、でちょっと横に人を増す部屋を広げて、ここにねドアを設置したんですよね。窓付きなんでね、あのこの家窓ないから、まあちょうど1個窓がついた形になったわけだ。でここに階段を設置したんで、もういつでも泳げるということですね。うんね、わざわざぐるーっと回り込まなくても、こっからもう直で、ヘアキリと近頃よく名前を聞いてるよ。少し昔話ですよ。どうかな。なんだ、ちょっと見えなかったぞ。昔話でもどうかな。ほら、昔からの友人としてさ、有名になる前からのね。まあこういうセレブになるとね、こういう人が出てくるんですよ。うん、あのね、あの宝くじ当たったら突然親戚が増えたみたいな、そういう感じですね。うん、まあまあいいんだけど、さ、なんかね、昔は親切心でご飯くれたのに、なんかちょっとつけ込んでくる、腹立ちますね。言うてね、でもまあ昔って言っても、ついこの間、ついさっきですけどね。さてと、キリト君、仕事はあと15時間。キリト君ずっと本読んでんな。まあ楽しさがマックスになったら、まあまあもういいのかな。よし、さて、まあでも状態はいいから、どうしようかな。絵描いてちょっとお金稼ごう。今さ、ちょっと使っちゃったからさ、だいぶ減っちゃったね。シュールレアリズム。面白いね。過去。行こう。ひらめき状態の時は、ね、絵を描くのに適してるってことだね。シュールレアリズム。どんな絵を描くのかな、キリト君はね。リンゴだね。リンゴだね。あ、でも157も稼いだわ。よし、よしよしよし、いいね。このままもう一枚買おう。ポップアート、なんかポップアート高く売れる可能性高いんだよな。あの、前に、昔にね、昔っていうか前に、その、個人的にやってた時の感覚だと、その、ポップアートが意外と、なんか高く売れる可能性が高いってだけの話なんだけども、なんかよくわかんないけどね。仕様なのか、それともたまたま運が良かっただけなのか、ちょっと分かんないけど、うん、そうなんですよ。めっちゃ自分の絵見て笑ってんじゃん。そのおじさん、どこが面白いのか分かんないけど、これは売れないんじゃないの、このなんかおっさんの絵。何これ、めっちゃ高え。210か、高いなこれは。うわー、すげえな。ちょっともう一枚、もう一枚ポップアート書いてよ、ゆうくん。もう一枚、ひらめき状態の時にさ、絵描くとでもひらめき状態になってんだよねこれ多分。芸術的な表現、絵画を完成させた結果、新しい絵を描き終わったキャンパスからは、クリエイティブな活力が溢れて出ています。ちょっとお前か、勝手に今入ってきたな。ボンカロムスティ、まあいいけど、ちょっと車高下がってたからちょうどいいか。お前誰や、少年。あ、あれか、あのレイラのとこの子か。おどうぞお入りください。あ、そう、お前何しに来たの。いや、少年入れ。少年、何やってんの。入ったらいいが。招待する。どうぞお入りください。それ何、猫缶と犬缶。犬の缶詰って聞いたことねえけど、ちょっと一旦やめてさ。ちょっと少年を招待してあげて、家に。ようこそ。
友好的な自己紹介しとこうか。ヤフテメアブサニ。ハッ、そう。ナルゾーティーバーファズーザーバーウリーナー。ちょ、まあちょっと中でさ、ちょっと絵描か、おじさん絵描いてるから、ちょっと中でね、話しながら絵描きながらさ、ちょっとやらせてくれよな、おじさん。こう犬の缶詰と猫の缶詰の絵を描かなきゃいけないんだな。中入って入って、うん。少年なかなかイケメンだね。めっちゃ話しかけてくるやん、お前。全然進まねえよ。ちょっとね、仕事もあるから、あんまりのんびりしてらんないんだよ。これ書き終わったらちょっと欲求もね、回復しないと。あ、でも車高が下がってるからちょうどよかったな、来てもらって。うん、ジュローン、エボーイ、ボーソー。もうなんか、ちょいちょいっとこう、腕動かしてるけど、全然進まないね。スネルゾー、ティーバー、ファズー、マルコ、ゴラ。少年寝たがってんじゃん。シューサー、ゲバル、コーペタネヘイ、チューマー、クイサー。そもそも、だってこう、子供が出歩く時間じゃないでしょ、23時って。スパース、インファ、ジャンプ、ザーバー、ウリーナー、ウー。ブレギー、ブーニー、ナガマー、シムリュービーム、ショーク。今のは何なん？なんかジョークみたいなこと言ったのかな？二人でめっちゃ笑ってたけどね。うん。ちょっとキリト君のステータスがだんだん下がってたじゃねえ。欲求が下がってきたね。ああ、腹減ってんな。ユフカバムゾイ、ファラネスピッファウ、ビヴァンジ。あ、それで、これ、なんか、ビーチライフとかいう。なんか願望つけてたから、なんか多分これのせいでキリト君泳ぎたがってるようになっちゃったんだよね。とするとこれなんか願望をなんかなんだろう、あ、これ非凡な画家、これにしとけばおそらくあの、そう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 、絵を勝手に描いてくれるんじゃないかなと思って自主的にね、うん。車高だいぶ上がってきたけど、もうちょいだからさ、はい、書いちゃって。スパース、インファ、ジャンプ、ゼブナ、チュパユンボウェイ、オモイ、ジャビ、ジョン、ユンボ、スティファ、ヨウ。ずっとこの少年話しかけてくんな、ノンストップじゃん。スパース。インファジャンプファファズー、すげえマシンガントークだな。ずーっと絶え間なく喋ってるけど、この少年。ほらキリト君のひらめき状態解除されちゃったじゃん。スティーファヨーリーブレロー、ユーコイレフシーヤンフォルスタブサバフィニッシュサボー
で、この願望ってやつ、今、ほら、ひらめいてる間に絵画を3点描き始めるか。描き始めた時はひらめき状態だったから、じゃあいいのかな。これ1個達成できてねえじゃん。ひらめいてる間に絵描かなきゃダメなんじゃん、やっぱり。もう、で、これ売っちゃって、で、あの、さっきちょろっと顔出してくれた人がくれたご飯食べちゃいない。うん、ひどくん、せっかく外にテーブル置いたから外で食べて。うわー、ほら、立ったまま食べちゃってんじゃん。お前が話しかけてるからだよ。お前早く帰れよ、もう。